今日はアニバーサリーディナーの方が、ロンドンの北の方にあるお店で、予約したのであるんですけど、もう私たち5年結婚して5年かな、あっという間だったんですけど、2016年に籍を日本で入れて、で、ずっとロンドンに住んでいました。それは違うな、2017年の夏に私が引っ越してきて一緒にロンドンで住んでたんですけど、アニバーサリーディナーはイギリスのマスターシェフっていうテレビ番組があるんですけど、そこで優勝したアレックスがやってたお店3人で行くことになりました。久しぶりのこういうちゃんとしたお出かけだから、すごい緊張は、お色つけたいと思います。これアフリカの現地でお友達が買ってきてくれたんですけど、なかなか使う機会、私は一応紙につけて多分コメント欄で教えてください。皆さんなんかオイルってどういう風に使ってますか？ビンちゃんお昼寝中です。お昼寝しないと後でちょっとひどいことになりそうなので、ビンちゃんの1時間以上ドライブしてどっか行くのは初めてかもしれない。で今度、10月にまた結婚式、旦那さんの知り合いの結婚式があるので3時間ドライブしてビンちゃんを連れていかなくちゃいけないんですけど、ちょっとそれな感じです今。なのでだんだん距離を長くしてドライブになりさせてあげたらいいなと思っています。今ロンドンはですね、昨日までずっと暖かかったんですけど、今日からいきなりズンと寒くなりましたね。なんかすごいやっぱり雲が分厚くなってきて、だんだん秋から冬に変わっていってます。日本はどうでしょうか。実は11月に一時帰国の予定を立てていて、ビンちゃんがおばあちゃんに初めて、おばあちゃんとじいちゃんに会いに行きます。飛行機はすごい不安なんですけど、離乳食が日本にいる時に始まるので、果たしてそれは大丈夫なのか、ちょっとブログに載せていきたいと思います。ビーちゃんがご飯を食べている飲んでいるので、パパ Can you It's okay, never mind。 実は今ですね、ペトロって言ってガソリン車に入れるガソリンがすごく不足していて、っていうのも、ロリードライバーって言ってトラックを運転する人、ガソリンを運ぶトラックを運転する人がヨーロッパからビザが降りなくて来れなくなってきてるらしいんですよ、ブレキジットの関係で。なのでもうペトロが不足しててすごい渋滞になってる。後ろ見ればわかると思うんですけど、チェームスフォード、チェームスフォードっていうところが場所があるんですけど、ロックダウンが開始された時、メジャーなファストフード店、マクドナルドとか KFC は全部閉まってたんですね。で一時期すごくマクドナルドが2人食べたくなって、車で、前に住んでた家から車で1時間くらいのところにあるチェームズフットっていうところにのマクドナルドに行って食べた、ここら辺で食べた記憶が、思い出があります。
がガーデニングしてるので、私たちはちょっと近くのお店にサプリメント買いに行ってきます。今日はね、ちょっと生もの買わなかったので、近くの森に行って帰ろうかなって思います。ちょっとビンちゃんさっきまで寝てたんだけど、道がガタガタしてるので起きちゃいました。イギリス9月に入ってからもあったかい日が続いてて、とガーデニングとか9月から始めたんですけど、すごい今年はあったかい気がします。今日もそんなに寒くないし、この子よく来るんですけど、外周だいたい 2,3 キロくらいなのかな。すごいちょうどいいお散歩の長さなので、週絶対2回は来ますね。まあ、ちょっと見て、こういうの作った人がいる教会の跡地なんですけど、詳しくはよくわからないですけど、1600年代にヘンリー8世のぶっ飛んだ王様がいて、その時のクリスチャニティは離婚を許さなかったので、自分が離婚したいからって言って新しい宗教を作ったらしいんですよ。それで古い教会は全部壊されちゃったらしいです。多分あれ、ドッグウォーカーっていう仕事してる人たちですね。これ旦那さんが教えてくれたんですけど、このシソみたいな葉っぱ、これはトゲがあるらしいです。だから触れてしまうと痒くなっちゃうみたいです。今ちょっと家の中がものすごく散らかってるので、今日はお掃除ですね。お掃除の日、誰か外でを木を燃やしてる人がいる。うちはまだ今日この夜やると思ってたんですけど、とりあえず洗濯物を入れないと全部煙の匂いになっちゃうので入れてます。That was all that was in the bag. ですか？アップル。食べてみませんか？知らない。オッケー。あ。おいしい。あ、おいしい。今旦那さんは絶賛木燃やし中です。ロンドンではまだお庭で物燃やしていいところが多いらしい。でもこれさ、本当迷惑だよね。人がやってるとあれだけど、今ねゴミの回収して働いてる人たちがストライキ起こしちゃって、全然木とかも普通は回収してくるんですか、毎週全然持っていかれなくて、もう燃やすしかなくなってきてる。普通のゴミは燃やせないですけど、こういうなんかお庭のウェストは全部燃やしてます。あと掃除機もちょっとかけなくちゃいけない。こんな感じ。